どこ行ってたんだよ。心配かけやがってよ。俺がどんだけ心配したか分かってんのかよ。分かってんのかよ。分かってねえだろうな、そらな。俺がどんだけ久しぶりに何ヶ月ぶりに会った大阪もなんか変な違う人で、え、その次の日のどこだったか忘れたな。どこだったっけ。 あそこの人は北海道、ちょっと小太り、誰あれ、誰だよ。会いたかったよ。え、ちょっと久しぶり、座れよ座れよ。いや、この間、この間ってこの前って意味じゃなくて、この間あの US 大会あったじゃん。 US 大会で座る、なんか座ろうみたいな、え、なんかやるじゃん。全然やってくんない、もう全然やってくんない。もう座ろうかのシットダウンって言ってんのに、もう座ってくれるじゃん。日本の人は、あっちの人体でかいし、めんどくさいから、こう、もうこれだけ、これだけ、全然座ってくんない。うなついてもくれないし、え、でもよかったよ。心配したよ。全然連絡もしてこねえから、え、いや、何の話してんのこれ。今 G1 だよ、ザックの野郎。やるじゃねえか。でも最近な、あいつ調子こいてっからガンガン行ってやったよ。どこ行った、昔のあのいい子だったザック・セイバージュニアは。あんな風に育てた覚えねえぞ俺たち。は？生意気って反抗期か、ふざけやがって。いや、もう会えたことでもう何も言うことないよ。もう次は、次も来んの？わかんないの？わかんねえのかよ。どっちもなついて。まあでもよかった、久しぶりに会えてよかったよ。心配かけんじゃねえぞ、もうこれ以上。イメージビデオか。まあ結局俺が何が言いたいかっていうと、半沢ロスってこと。